桃太郎。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは山へ芝刈り行き、おばあさんは川へ洗濯行きの各駅停車へご乗車しました。時刻通り到着した列車で、おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きな桃が通過してきました。大きな桃、大きな桃通過いたします。黄色い線の内側でお待ちください。なんと大きな桃じゃろう。家に持って帰ろう。そう、おばあさんは背中に担いで手回り品切符を買い、家へ帰る列車へご乗車いたしました。家に着いてその桃を切ろうとすると、なんと桃から大きな赤ん坊が出てきたのです。おっと、たまげた。2人は驚いたけれども、とても喜び、なんという名前にしましょうか。桃から生まれたから桃太郎というのはどうだろう。それがいい。桃太郎は新幹線のぞみのごとく猛スピードで大きくなり、立派な優しい男の子になりました。ある日、桃太郎は2人に言いました。鬼ヶ島に無賃乗車した鬼が住んでいると聞きました。ああ、時々駅に来て悪いことをするので、みんな困っておるんじゃ。おじいさんが答えると、それでは私が行って退治しましょう。お母さん、きびだんごを作ってください。おばあさんはとても美味しい日本一のきびだんごを作り、桃太郎はそれを定期入れに入れると、早速鬼ヶ島行きの寝台特急に乗って出発しました。旅の途中下車をすると、桃太郎は犬に会いました。あっ、桃太郎さん、定期入れの中に何が入っているんだい。日本一のきびだんごだよ。僕に一つくれればお供しますよ。犬は桃太郎から一つ団子をもらい、家来になりました。桃太郎と犬が車内でくつろいでいると、猿が乗車してきました。キーキー、桃太郎さん、定期入れの中に何が入っているんだい。日本一のきびだんごだよ。僕に一つくれればお供します。猿は桃太郎から一つ団子をもらい、家来になりました。しばらくするとキジが窓から入ってきました。でんでん、桃太郎さん、定期入れの中に何が入っているんだい。日本一のきびだんごだよ。僕に一つくれればお供しますよ。キジは桃太郎から一つ団子をもらい、家来になりました。そしていよいよ終点鬼ヶ島に到着いたしました。終点鬼ヶ島、鬼ヶ島でございます。お忘れ物ないようご注意ください。ご乗車ありがとうございました。はいはい、あれが鬼ヶ島に違いない。犬が吠えました。鬼ヶ島駅に着くと、自動改札の前に大きな鬼が立っていました。桃太郎はスイカをタッチして改札から出ると、スイカを鬼に向かって投げました。スイカは鬼の目に突き刺さりました。こりゃ参った、助けてくれ。そう言うと鬼はお城の中へ逃げていきました。するとお城からたくさんの鬼が出てきて、ついに大きな鬼が現れました。生意気な小僧、俺が懲らしめてやる。大きな鉄棒を振りましながら、駅構内に危険物の持ち込みは禁止となっております。そう言いました。あなたが頭ですか。そう桃太郎は言うと、素早く鉄棒の上に飛び乗り、無賃乗車した悪い鬼、村人に悪いことをしたからお前は許さない。私の拳を受けてみろ。あいたたたたたたた、ごめんごめん、許してくれ、降参だ。本当に約束するか。約束する。正当な運賃は払います。嘘はつきません。宝物はやります。桃太郎はお城にあった切符や回数券、 IC カードなどいっぱいの宝物を手に入れました。こうして桃太郎はおじいさんとおばあさんの待つ家に新幹線のぞみ号で帰り、みんなで幸せに暮らしましたとさ。